あるよね、あるある。世の中にフラグっていっぱいあるよね。あるある。ってことで今日はこんなアプリ遊んでいくぞ。フラグ仕方たん、早速どんなゲームか見ていきましょう。こいつ絶対に来ねえな、来る気ねえなっていうフラグをこの4コマ漫画の中から見つけ出すゲームとなっております。よかったら皆様も一緒に探してくれよな。さっさ、我々もフラグ捜査開始であります。あったー、結局絶対に来ないやー。もう行けたら行くは、ほぼほぼ意味的にはだるい行きませんなのよ。せっかく誘ってくれたからはっきり断るのもあれで、こんな感じで返事する方も多いのでは。まあ一気あったらまず行けたらなんて使わんしな。おし、それじゃあどんなゲームか分かったと思うので、どんどん次行こう。あ、こいつ嘘つきだ。という学校でのフラグは、シチュエーションは学校でのテスト前。出た出た、勉強してるくせに全然してないとかいうやつ。勉強したなら正直に勉強したって言えばいいんじゃねーのかー。学年トップとかじゃなく、いい感じに点数高い子、これいいガチ。主の場合はマジで高3まで全然勉強してなかったので、本当に本当に勉強してなくて、勉強してねー言ってました。それじゃあお次行きましょう。イケメンとぶつかる運命のフラグだと、何それ超最高やんけ。出た、遅刻しそうで朝飯食べている時間がない主人公。しょうがないので食パンを加えよう、飛び出すとなぜか高確率で。曲がり角でイケメンと激突し、大丈夫？怪我はないかい？主人公ときめき。恋が始まるのは映画や漫画の世界だけじゃー。現実なめんな、現実で。これおっさんがパン加えて美女にぶつかったら犯罪者扱いだぜ。パン加えて投稿。運命の出会い経験したことある方、コメント欄でコメント待ってます。お次は友情に亀裂？な怖いフラグ。シチュエーションは全国の学生の天敵、マラソン大会。もうこれであるあるすぎる、お決まりのフラグといえば。信じるな、マラソン大会、一緒走ろう。何をうまいこと俳句読んでいるねん。これはもう定番すぎてアニメでも作っているネタ。ってことでここで流します。よかったら見てちょ。見たくない方は3分ぐらいまでスキップ。あ、明日はついにマラソン大会か。マジでやる気でないよな。それね、本当にやる意味がわからん。学校行事の中で一番嫌いだわ。どうする、本気で走るか。いやいや、軽く無理のないペースで、適当に完走できればいいかな。やっぱそんな感じだよな。おしじゃレイム、どうせだし一緒に楽しく走らないか。おお、それいいわね、最高。乗ったわ。おっしゃ、じゃあ明日は一緒に頑張ろう。おっしゃ、じゃあ約束通り、楽しく一緒に走ろうな。よろしくだぜ相棒。これぐらいのペースがちょうど良さそうね。そうだな。えっほ、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 えっほ。なんかペース上がってきたな。てあれ、約束は霊夢。おいこら、一緒に走るんじゃないのか。置いてくな、裏切るな。はい、それじゃあこっち戻って、ありがちすぎる死亡フラグは。映画とかではないよ、をドラマチックに盛り上げるために人の死はつきもの。そんな中、このヤバい状況で結婚報告ておい、この後絶対死亡するやん。はい、もう結婚わかっちゃうのよね、映画とかって。あ、この人序盤に死ぬ人だって。逆に主人公は絶対に死なないので、ピンチでも安心して見れてしまう。それじゃあ本日ラスト、ブラックフラグです。これは皆様も要注意。この中でブラック起用集が出ているフラグな部分はどれだ。これは我々ちょっと迷ったのだが、消去法でこれを選んだ結果。皆様、バイトでも就職でもアットホームアピールはブラック要注意みたいよー。ってことで以上、個人的には予想外に面白かったフラグ仕方たんでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。